顔しぶいや、あとはいいね、大丈夫、ちゃんと時間通りですから。じゃあお祈りします。神様、素晴らしい時、また自らが本当に一歩踏み出して、そして、強いられてでもなく、本当に神様と決めた通りに朝早くから来ている人たちを祝福します。どうぞその報いがあなたからありますように。また本当に何のためにしているのか、イエス様を愛していなければ無理なことですから、どうぞこの人たちを、本当にこの人たちからこの教会が広がっていきますように、広まっていきますように、地境が広がっていきますように、イエス様のお越しになります。アメン。はい、今日はですね、この賛美チームの学びで、その賛美をする人たちのこの学びの中の、この間はまあ全体的なことをお話ししましたけど、昨日もね、ライフチェンジの会の車の中で、この MC、ただのこの歌手が歌って歌って、その間にやるお話と違うから、信仰の話をしなきゃいけないし、証しをしなきゃいけないし、ね、曲と 曲のつなぎの盛り上がりをつなぎをつなきゃいけないし、ね、結構いろんな歌手の MC が今、ね、TikTok とかでも、ね、楽しいですよ。それを結局見たのね。松田聖子が福岡弁で、博多弁でめっちゃ地元の言葉で話して、地元の人がーってやって、こういうのと違うじゃん。賛美っていうのは違うの。神様に向けなきゃいけないんだから、そういう話しなきゃいけないわけ、主役は神様だから、まあ、そういう話をしたわけ。だからお祈りの練習を家でして、回収がいると思って自分がお祈りを練習しなきゃいけない、で、お祈りも長すぎちゃいけないし、短すぎても、とにかく聖霊様の感覚をちゃんと保って、お祈り、自分が陶酔していくのは自分で祈って、一人で祈るときはいいんだけども、気がついたら後ろに誰もいなかったっていうことがないようにしなきゃいけないから、そういう話を昨日は車の中でしました。今日はレビ人っていうことをちょっと話したいなと思ってね。民数記の3章、まあ開かなくていい、僕が読むからね。民数記のね、3章にちょっと読んでますね。民数記の3章の5節からね。まあ開いたりして開いてもいいんだけど、はい。最近ね、本当目がね。主はモーセに告げて仰せられたレビ族を近寄らせ、彼らを祭司アロンに付き添わせ、彼に仕えさせよ。彼らは会見の天幕の前でアロンの任務と全回収の任務を果たして幕屋の奉仕をしなければならない。彼らは会見の天幕のすべての用具を守り、イスラエル人の務めを守って幕屋の奉仕をしなければならない。あなた方はレビ人アロンとその子らにあてがえなさい。彼らはイスラエルの中から正式にアロンにあてがわれた者たちである。あなたはアロンとその子らを任命して、その祭司の職を守らせなければならない。はい、というふうに続いていくんですけど、これは使えるものですよね。まず祭司、同じレビ族の中からね、アロンの家系が入ってきます。アロンが祭司になってきますよね。大祭司になっていくんだけど、それに使える人ですから、同じレビ族の中で使えるものっていうのは、実は世の中のシステムの中では使える人ってなんかこうね、まあしもべとか、まあ、なんかこう地位が下なんですけど、天国の僕たちは価値観で生きてるから、イエス様が来られた時に一番もう天地を作られた神様のに、私は使える人ですよって言ったように、僕たちは使える人なんですよね。使える人、そして、ここに書いて、ある、このね、レビ人の中で、まずこの幕屋の奉仕、今日今手を置きながらこの椅子を並べましたよね。幕屋の奉仕してるじゃない、これ幕屋の奉仕してる。
教会幕屋の奉仕をしましたよね。助けるものですね。そして同じようにそれは祭司に仕えてるんだけれども神にも仕えてる姿、ね、そして、そう11からまた読んできますね。11節から、はい、私はイスラエル人の、これ3章読んでます。3章11節から、主はモーセに告げて仰せられた、私はイスラエル人のうちで最初に生まれたすべての遺子の代わりに、今これらイスラエル人の中からレビ人を取ることにした。レビ人は私のものである。遺子はすべて私のものだからである。エジプトの国で私が全てのウイゴを撃ち殺した日に、私は人間から始めて家畜に至るまでイスラエルのうちの全てのウイゴを私のものとし性別した。彼は私のものである。私は主である。神様に特別に、選び取られたものがレビ人だっていうことなんですよね。で、神様のものですよって、うん、贖いの代価とも言うんですよね。要するに代価、身代わりになる代価ですよね、うん、イエス様が殺されるときに何が起こったかというと、死刑になる人が釈放されたんですよ。ラバラバっていう人がね、そういうことですよ、うん。レビ人は神様がね、取った、ウイゴの代わりに取った、ウイゴなんです、ね、だから数えてない、レビ人、まあまあ 数えるんだけど、うん、数えるんだけれどもね、この十二部族っていうじゃん、十二部族っていうじゃん、でも実際実際には十三部族なんです。なぜかというと、ヨセフの子供マナセとエフライムが、まあ、孫になるんだけども、それが子供になるでしょ。全部13部族になっちゃう。だけどレビ人数えないから、レビ人を取られてるから、数えない。それがあなたたちですよ、ですよね。特別な任務を負ってる祭司である牧師もそうね。あなたたちもそう、まあ、別に賛美チームだけじゃないんだよ。神様に献身して、もうフルタイムってのはもう全ての人だから、本当はそのフルタイム、私はフルタイムですって、仕事8時間どっかで仕事してたって、そこがあなたの働き場所、伝道の場所、生きる場所で神様の栄光を表すんだったら、それはもう伝道者なんですよ、うん、どんな形にせよ、雇われ人であろうが社長であろうが、その働いている、生きている日常の場が神の栄光を表すものであるならば、ね、フルタイムなんです、僕たちはね、うん、はい。そしてちょっとか、ゲルション、ケハテ、メラリっていう人たちが、このちょっと、ね、最後ね、もう簡単です。40年、足掛け40年だからね、まるまる38年、最初の半年38年、最後の半年としても40年って数えますね、ヘブル的な方です。で、十字架もそうです。まるまる1日は土曜日だけね、金曜日の3、ね、途中でしょ、朝、日曜日の朝ですかね、朝方、明け方です、はい。で、40年荒野をね、幕屋を持って歩きましたよね、ね、旅ぐるぐる回りましたよね、砂漠をね、はい、幕屋がありましたね、ゲルション、メラリ、なんだっけ、どの一つ、ケハテ、ケハテ、ケハテ、役割があります。組み立てる人、運ぶ人、なんとかっていう、そのいっぱいあります、うん、ちゃんとその昔の江戸時代みたいに世襲ですよね。江戸時代には殿様のここ竹の筒持ってる竹の人がいるの知ってました？なんでかって言ったら袴履いてるでしょ、
馬上からおしっこするのに立てで お殿様のおしっこをこう支え、もうおしっこを馬上からおしっこをさせるためだけの武士がいた。まあそれはどうでもいい話ですよ世襲です、ね、で前にもやりましたけど、ね、あの十字架ってユダが先頭です。必ずユダが先頭です。ユダ族、あとは忘れましたけど聖書を見ればわかります、ね、こういう形してるんです。十二部族もこれでぐるぐるいくわけ。ユダが先頭の何々族この真ん中がレビ族なんですよ。なぜなら神様中心に動いて先頭がライオンユダなんです。で僕たちは新約の時代は祭司であり預言者で王様なんです。でしょ。これからまた来週からね、預言者でもあってレビ人であって、それから王様であるっていうことなんですよ、うん。まあ、今度アサフっていう人をちょっと紹介していきます。アサフっていう人はダビデの歌にメロディーをつけた人ですよ、ね。そしてその人の歌がいっぱい詩篇に残ってますよ、ね。そうやって、でアサフのまあね、皆さんアサフになんなきゃいけないです。アサフも自分で歌も書いてます、ね、そういう人です。はい、今日はここまでちょうど10分になりましたのでお祈りして終わりたいと思います。神様、私たちは祭司でありレビ人であり、そして預言者でありまた王であります。家庭で正しい王になれるように君臨して踏みつけて圧政を知る王様ではなくて、イエス様のように愛によって治める王でありますように。主よ、どうぞ今日の礼拝とまた賛美とまたそれに連なる祈り導き、どうぞ一人一人に与えてください。そして耳で、いや心の耳で聖霊様の促しに応えて、準備しているものではないと聖霊が言われたとき、また、リーダーに言われたときに素直に変える柔らかい心を与えます。何よりも従うことの従順さが私たちの信仰の表れですから、どうぞ助けてください。イエス・キリストの名前によって祈ります。アメン。 OK。